い、ではね、3階に行きましょうか。ここから上ってことは、ホテル、宿泊者以外の方は登らないでください。なんかすいません。ここ和室よ。310番。布団とか本当に当時のままなんですね。置いていってるんですね。何やね、服がある。へえ、和室ですね。じゃあここはね、ロープ、ハンガー。3階から不気味な。ここは、あ、ここ曲がれるで。え？ここ曲がれるで。何これ。これ完全に開いてなかったら押し入れですもんね、感じ。上上がれますもんね、ここから。何やろ。とりあえずちょっと見ていきましょう。ここは一人か二人ぐらいか。外はもう紅葉ですね。綺麗やな。で、ここが301号室。なんか懐かしい匂いがするな、ここ。異様にしますね、なんか懐かしい匂い。全然綺麗ですもんね、ここなんか特に。302号室。うわ、何やこれ。ハンガー。ちょっとネクタイが不気味ですけど、そこになんかあるわ。そしてここは落ちてますよ。海賊王がいてます。海賊。あ、デンジャラ D さんかな。違いますかね。デンジャラ D さん。また別か。308号室。お。307号室ですね。307室。なんか出っ張ってますよ。ベッドが動いてますよ。なんでしょうね、この床の芯は。釣ったとかですじゃないですよね。ここで釣ったからなんか、このまま残ってるみたいな。ここは306号室。靴下大量に。なんかいろんな本もありますね、書物。
なんか全部個性あるな、なんか部屋ごとに。ユダヤエリート、アメリカへ渡った逃亡ユダヤ人。見てよ、303号室。あ、ここはあれなんですね、和式なんですね。まあ大体こんな感じですかね、部屋は。新聞見ておきましょうか。あ、やっぱ2004年って書いてますね。1月30日、2004年までやってたのか。じゃあモーニング、これジパングやん。うわぁ、ジパング見てたぞ。ジパング好きなんですよね。うわ、ここはちょっと崩れちゃってますね、一部。あちゃー、なんか自然にもう帰りつつあるみたいな感じになってますね。まあ雪の降る場所なんで結構耐久はしっかりしてると思うんですけどね、その辺は。屋根が見えてきた。これ降りたらあれか、あそこ行っちゃうのか。さっき行きましたのかな。ありましたね、事務所が。戻ろうじゃん。あそこちょっと行きましょうか。あの、はじめ押し入れかと思ってました。上に続いて。あそこがちょっと気になりますね。隠し通路じゃないですか、感じで。お邪魔します。何ここ、歩道路。あー、なんか天井ですね完全にもうこっから何もないですね。あれ、まだある。あ、ここまでか。あれ、いける、いけますよ。なんか暗っ。え、何あれ、隠し通路的な。瞬間抜けへん。お、なんか秘密の秘密基地みたいなのができましたよ秘密基地ができた。へえ、こんな秘密のルートがあったなんて。あれなんですね、奥にあるの。できましたね。どうなってんすか。お皿とかはあるけど、なんかやっぱりここは本来なら作られてない場所だったのかな。戻りますか。暗いわ、ここ。死体とかないの？なんか見えんのっけ。いいの。
天井打った最悪いった皆さん気をつけましょう。いったうわ入ってきました。行って頭が出して あれ見ていきますか。ちょっとあの奥にあるやつもビルに行って奥にあるね。あれも上あんのかな。またあそこで止まってるけどな。でもなんか下になんか濡れてるな。めっちゃぐちゃぐちゃやん。やめとくか。これで一旦ね、第一弾のこの場所は終わりたいと思います。このスキー場はね、はい、ここは行きません。はい、ではね、ご視聴ありがとうございました。頭痛。